ポコエフロンのモーニングルーティーン。僕はね、いつもお布団で寝てます。で、たまにね、こんな感じで寝言を言ってしまうんですけども、まあ夢とごっちゃになってる場合がございます。そう、スイッチで朝起きたら基本的に僕は歯を磨きますね。まあこれはみんな一緒だと思うんですけども、まあ口の中はちょっと気持ち悪かったりするんで、歯を磨いてから、まあ、ご飯を食べますね。で、まあご飯食べてからまた歯磨きするんですけど、まあそこを映してもしょうがないなと思って、まあ、そこは映してないです。歯を磨いた後はヨギボでゆっくりします。で、このね、ヨギボでゆっくりするっていうのがすごい体が休まるので、僕は絶対に朝これをしてから仕事に移ったりとかするんで、仕事というか、まあ YouTube の動画編集に移ったりするんで、まあそういう風に活動してますね。組織キモくね。そして朝ごはんなんですけども、朝ごはんは基本的に海苔を食べますね。この海苔はね、結構お腹を満たしてくれるというか、まあすごい活躍してくれるんですよ。朝はやっぱり海苔を食べて、まあ、元気をつけるじゃないですけど、栄養をね、摂取している感じですね。で、まあ実際に海苔食べてるんですけど、まあこんな感じで大体海苔食べてますね。食べ方はいつもこんな感じです。一人でこういう風に食べてます。お腹いっぱいだ。そろそろ仕事するか。動画編集の前に僕は息抜きとして絶対におもちゃ遊びをしています。まあ、この時に使うのはバズライトイヤーとウッディですね。まあ、その様子を見てくれたら嬉しいかなと思ってます。お前それバズライトイヤーだけじゃねえかてめえ、ごめん、舐めてんのかお前。 YMCA の時の Y の形してんじゃねえかよ。おい、お前舐めてんだろ。おい、この野郎、ほれほれほれ、見たか俺のスーツを。お前の蹴りなぞ聞かねえんだよ。バシン、うわー。だいたいバズライトイヤーが勝つという結果になりますね。ここからはファッションショーみたいな感じで一人でやってるんですよね。はい、まあいわゆる一人ファッションショーってやつです。それをまあ僕はねやってるんですけども、まあ、外にね僕出る機会があまりないので、家の中でこうやって楽しむしかないんですよね。で、このね、チェックのこのライダースあるじゃないですか。まあ、これめちゃめちゃかっこよくないですか。これすごいいいやつなんですよね。意外と10万ぐらいします。はい。10万ぐらいというか10万以上します。めちゃめちゃかっこいいっす。で、このかっこいい服着るとなんか王子様になったかのような気持ちになれるんで、まあ、この服は結構愛用してますね。で、まあこういう感じで、まあレザージャケットとか、まあ僕結構好きなんですけど、まあ、もう一個レジャージャケットあって、ちょっと今噛みましたね。はい。で、まあそんな感じで、黒の方の普通のシンプルなシングルのね、ライダースを着ているんですけども、こっちもね、めちゃめちゃかっこよくて、裏地は赤で、まあこんな感じで、はい。あら、ヨット。ほら、見ろや。おい、わい、あい、みたいな感じで、まあいつも遊んでるんですよね。はい。これすごいかっこいいですね。これもね、結構いい値段しました。ラムレザーでね、ちゃんと本当の革を使ってるんで、本物なんですよね。フェイクとかではないです。で、こちらね、チェックシャツなんですけど、これは春とか秋に活躍しますね。これ1枚で結構かっこよく見せれたりするんで、まあ、チェックシャツって僕あんま持ってないんですけど、まあ、こちらはめちゃめちゃ使えるチェックシャツになってますね。で、黄色だし結構明るいし、ちょっと派手めでいいなみたいな。で、後ろにダメージ加工入ってて文字が書いてあるんですよね。戦争は終わりだみたいな、そんなような文字が入っています。で、ピース。ファッションショーが終わって、ここから配信するんですけど、僕はいつも朝に動画編集と配信を同時でやっています。で、配信しながら動画編集することによって動画編集が苦にならないというか、まあそういう感じで皆さんにね、雑談してもらいながら、楽しませてもらいながら動画編集をしてるんで、動画編集がすごい好きになったというか、すごい楽しいんですよね。今日のみんなの朝ごはんなり。あー、朝ごはん。ちなみに俺はね、海苔かな。海苔食べたね。朝からポーさんの配信来れて最高やば。いやー、ありがとうございます、本当に。いや、最高っすよ。マジで来てくれて。朝はコーラだろ。あー、まあ、コーラもありだね。朝ごはんコーラとかも結構ありかなと思ってるわ。はい、ということでね、モーニングルーティーンいかがだったでしょうか。
まあ、僕的にはまあありのままの姿を見せれたかなと感じております。そしてですね、モーニングルーティーンはなんかいろんな実況者とかも上げてると思うんですけど、まあその中でもね、まあ、僕のモーニングルーティーンが一番面白いんじゃないかっていうふうに思って、まあ、投稿してます。まあそれぐらいの自信を持って投稿してるんで、まあみんなが楽しめてたらいいなと。まあでも思んねえよっていう人もいるかもしれないんでね、まあいろんな価値観の人もいると思うんで、まあそれでも僕はいいかなと思っております。まあよかったら僕のね、朝のこの活動を真似してみてください。あの朝ごはん海苔だけっていうのはすごい健康にいいんですよね。海苔1枚だけを食べるということによって、あの胃に負担をかけない、内臓的に言うと調子がいいみたいです。はい、これはね、あの科学的にね証明されてないんですけど、まあ僕が証明します。まあ、新世界の神が証明したと。まあ、そういう風になったら、まあ、世界的にもね、この朝活が有名になるのではと、僕は感じております。そしてですね、よくキルシューをあげてくれませんかとか、ポコさんはキルシューあげないんですかとか、まあ、そういう質問がね、生配信中とかによく来るんですよ。キルシューあげてほしいです。キルシュー見たいです。みたいな。っていうコメントがあったんですけど、まあ、今クリップがなくてですね、これちょうど、ほんとね、これいつだろうな。これもう半年以上前、ほんと下手したら1年前のクリップも入ってる可能性あるんですけど、あのそんぐらいですね。はい、もう本当に去年の1月とかぐらいに撮ったっていうか、もう去年じゃねえわ、今年の1月に撮ったりとか12月に撮ってたから、もう本当1年前か、もうそんな経つのか、もう本当約1年前のクリップとかがねたくさん今あるんですけど、まあちょっとそれで勘弁してください。最近のクリップがマジでないです。キルシューみたいなのをちょっと今度作りたいなと、新たに。はい、まあその前段階で、まあ過去に上げたキルシューを、まあ今公開してますね。一応今のアカウントではこのキルシュー上がってないので、もうほんとかなり前の話ですよね。前のアカウントでのキルシューを今乗っけてるので、まあもう見れないキルシューなんでね。まあちょっとまあ、見たい方はちょっと見てみてください。ということでね、まあ天界にいる僕の声はもうなくなってしまいますが、まあ興味がある方は最後までキルシュー見ていってください。ということで、お疲れ様でした。最後まで見てくれてありがとう。I'm a